元気がないねんこれ。どれ？ブルーレイジ。ブルーレイジが、うん、そうなんや、うん、元気そうなんやけど。うん、全然全然、うん、水切れさせちゃったからね。去年は植え替えなくてお花が咲かなかったアジサイの植え替えをします。はい、正しいかどうかわからないので、ちゃんと調べてやってねって書いておいて。一回り大きい鉢に植え替えなあかんの。だそうです。これは我が家の経済状態からこうなりました。無理やろな、なんとなく元気ないもんな。でもその辺にあるアジサイもっとボロボロでもちゃんと咲いてるからな。そんなまあネガティブなこと言うと、うん、記憶するかも。このアジサイが、はい、頑張って咲いてね、はい、もしこのアジサイが咲いたらこの植え替えが正しいと。もうめちゃくちゃ正しかったということになります。来年はもっと大きい鉢に植え替えてあげるからね。来年の話は言わんといて。なんで？鬼が笑ってる。はい。はい、以上です。はい。植え替え完了。
ごい、なんかかわいそうな気がするね。うん、ちょうどね。一年草なんやの？うん。まあ、よう咲いたよね。うん、よう咲いたかな。忘れてる。忘れてる。ユートの皆さんはこんなちゃんと乾かして洗って乾かしましょうね。ズボラなことをしてはきっといけないんで、猫はきれいに取りましょう。はい、猫はきれいに取りましょうってきっと言います。ん、きっとああいうそうですよね。ズボラ、ズボラ園芸、ズボラ園芸ですから。うん、そうです。これ、良い子は真似をしないでくれ。はい。良い子は真似をしません。かわいそうです、ごめんなさい。事故ってしまいました。私のお尻で折れちゃいました。録画中、録画に夢中で。あ、やっぱかわいい。あ、これも折れてる。いや、何めちゃくちゃ折れた、うん、だからもうここ切ろう、うん、全部。はい、あ、4本折れた。あ、これはいけるかも、もしかしたら、うん、これはあかん、ね、あ、寂しい、ね、すみません、お願いします。折れちゃった、まあ、かわいそうに咲いてほしいな、うん、うわ、黄色がなくなった。こっちにあるから、うん、つぼみがない、うん、出てくる。頑張ってほしいね。ということで、今日は終わりです。はい、今夏小春日和でした。小春日和、次の動画には小春ちゃんが出ます。柴の小春ちゃんが、いや、プードルの小春ちゃん。